おじさんでーす。はい、じゃんです。マイドー、死にかけです。というわけでね、この西成家族で今回はね、二人普段居酒屋でおるけども、また違う環境で、そう、今回は西成ホルモンレディゴーで働いてもらいます。っていうかな、一個俺ね、乗って、何、俺居酒屋やってるやんか、うん、なんでまた居酒屋ってそうするのかな。俺、いや、また違うやん、雰囲気が全然違って、海鮮やろ、うん、ここホルモンやったり別のメニューいっぱいあるから、うんうん、で、あの家のおばちゃんもな、全然またスタイルが違うと思うから。まあ、スタイルちゃうけど、中さんかい、キャリアがちゃうやんけ。うん、だから2人が、今回もどうしてもどうしてもどうしても働かせてくれというわけなんで、うん、はい、よ、2人に別に環境を味わってもらおうということでね、刺激があってええやん。うん、で、今日な、平日の昼間オープンしてまだ30分1時間ぐらいで、おい、でもすごい人やな、並びすぎやろ、並びすぎやって。いや、何に考えてた。平日の昼間やし、こんなんまだお前12時過ぎて、そうや、誰もおらん戻ってん、テントに遊んどったら忙しいやん、こんなもん。だから撮影するから、うん、お客さんおってほしいやん、うん、で、お前読んだな、うん、だからストーリーで昨日チラッと言うて、やめろや、出したんや、ほんでこれはやばいな思っとった、やっぱり謝れ。いや、あと理解あるお客さんの方がいいやん、撮影に対して、うん、まあまあ、そう、まあ一応だから映っていい人って言ってくれてるから、だから今回な、2人に、うん、どんなが今月使われんねん、こんな業さんな、もうバイトでも出んのか、別の店をプレゼントも用意してるから、今回別の店味わってもらう、いや、サプライズやが言われへん、まあまあワイワイやるで、うん、それはこの後の動画で多分、ね、はい、サプライズプレゼントやろうかなと思うんで、はい、今回行きたいと思います、はい、あ、そや、で、スタッフティー、やっぱ汚れるから、こんなまで行けるのかい、これ、西成ホルモンレディゴーの、これ、おい、これだけ、うん、で、金ちゃん、金ちゃんはサイズがどうしてもなくてない、パッチも間に合わんかったから、なんかえらい色ちゃうやねん、基本的にちょうどええやつ、何やねん、 5L やけど、 6L やろ、 6L、 最近ちょっと痩せてるからいけるかな、うん、これ、開いてみて、こっちは、ええやつ、新品新品、3000円で買うた、はい、お前何買って、ちょうどええ柄やってん、太平洋は俺のプール、太平洋は俺のプール、何やろ、ちょうどええこと書いてあるお前、ちょうどええこと書いてある、手書きやないか、おい、違う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 、多分これ製造者の人がマジックで、そうやろ、マジックやろ、うん、お前これもろお前手書きやないか、太平洋は俺のプール言うてるやん、いつも俺もこれがええやないか、サイズあれへんやんか、痩せなあかんやんか、痩せなあかん、痩せなあかん、これ5円のでかないか、でかいかこれ、これはいける、これはいける、上からでも来て、一回ばば一回来てみて、いける、めっちゃでかいな、それほんま、そう、5L、 5L よう売っとったよ、恐ろしいでかいな、これだけ、これ慣れるぐらいあんで、あ、でも、あ、すごっ、ほらめっちゃ似合う、めちゃくちゃ似合うで、レディゴーって書いてほしかった、大平洋、何やねん太平のプールのプールって、はっきり言うね、めっちゃダサい、だからダメお前ら、ほらあかんあかん、お客さんになるから、これえぐらいか、太平洋って、もうテレビはそれだけで笑うとれるやん、金ちゃんにとっては太平洋なんて俺のプールやろ、あ、そうや、人中ですから、海鮮料理屋やから、はい、うん、ちょうどええの見つけたと思って、だからちょっと中入っていろいろ仕事の説明していきたいと思います、レディゴー、レディゴー、ちょっとおばちゃんも似合うよ、もう今日からここで働く、いやいやいや、うるさすぎて嫌よ、なんでどういう意味やよ、失礼やな、そこでママなっちゃいそうやな、なんでやねん、みんな萎縮するわ、萎縮するからな、似合いすぎてるって金ちゃんでも結構でかいな、これ、いや、これ実はこんなできるぐらいな、うん、これで、だからなんぼでもこれ用意して大丈夫よ、もう海のように汚れを吸収できるから、これ素材はお前イライラするわ、はい、で今回あの業務やったりとかいろいろ教えてくれるマネージャーのイッチーです、あ、よろしくです、よろしくお願いします、基本新人の人とか入ったり研修の人とか入ったらイッチーがいろいろ指導してくれたりとか、バイトの方とかみんなのチームワークをいろいろ管理してくれてるとか、まあ、操作のおかげしてくれてる、手が弱いからいじめてくれない、ほら、イッチーのこのあのエプロン見てみ、あれぐらい汚れるからもうホルモンや、何回洗濯したかわからんぐらい、はい、この店にはな、一応あの家訓っていうのが、まあ、ファミリーみたいなもんやから、ちょっと家訓、何やねん家訓って、これジョブログ系家訓、何やねん、
よね。働く上での理念ですね、うん、楽しく明るくノリよく爆笑して仕事するというわけで、うん、はい、仕事する上では一番楽しんで笑ってどん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 楽しみをお客さんにも伝えていこうという、スタッフ自身が楽しんでくれないとやっぱりこうお客さんにもそれが伝われへんなっていう、楽しみ普通やな、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 はい、で次、はい、絶対に話しかける一言添えるっていう、うん、まあ、ジョーブルーの翔太さんとかもよう来るんで、全国からいろんな人来て、やっぱりこう、一人大変なのとか入りづらいなみたいな、うん、まあ、でも西成ってやっぱり人情の街やから、立ち飲み屋やから、話しかけてほしい、これもずっとうちやってるで、あ、やってる、いや、だから、当然のことよ、普通言うな、普通言うな、一応書いとくことでね、言うことで大事、2人や、2人や、もう、うるさいな、説明の、まあ、次行くで、思いやりを想像してるの。お客さんが何求めてるかなってこう思いやりが一番大事じゃん。だってもう店やってっての、うん、ご基本中の基本やん。そんな若いバイトの子とか入ってきた始まったらええやん。思いやりやとおかみさんが思いやりしてくれんじゃん。違うわ、お客さんはわざわざ時間使って来てくれてるわけやから。いやいや、お客さんが来てくれんのかな。これも大事、ありがとう、ごめん、久しぶりとか、また明日なとかちゃんとまあ言える人になるって。ここは保育所か。まあ居酒屋っていうのは大人の保育所みたいなもんやから。いや、私はもうそんなこと言えへんわ。一言、毎度、ほんで終わりな。ああ、まあね、それぞれのスタイルあるから。毎度は一番いいね。ゴーのスタイルに今回ちょっと乗っ取ってもらうのかな。大阪は毎度や。で、次、お客様の声をしっかり聞く。で、これ大事やね、最後、どう来てもらうかよりどう帰ってもらうかっていう、うん、お金払って帰ってもらっていいねん。そんなことじゃないねん。そらそうや、システムの話じゃないねん。ちょっとチッチっぽいてな。どう来てもらうかっていうのは俺らその経営陣が考えたりするわけやけど、まあでもどう帰ってもらうかって大事やん。で、企業帰ってもらうて、そう、そういうことだろ。企業金払って、俺らも企業お金もろて、ああ、そんなさよならでいいやろ。そう、だけど帰ってもらうときにここで一日過ごしてよかったなっていうことを思って、ハバナイスデーっていう気持ちで帰ってほしい。すいません、ちょっと無理です。はい、やめてくれ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 、そういう趣旨のあれじゃないんだよ。お店やってるのかい。はい、というわけでね、まあ、仕事を通して楽しんで、そして自分自身も成長するという。だって青じめやったら避難客ってそうじゃん。あ、あかんかんかん、あ、どこも言うたんか、ほんまに。おかしなら、おかしなら、なんかどついてる。青じめはそんな店なんてなるからね。そんな店やったやんか。はい、そんな店買うわ。大丈夫よ、青じめ。ええ店やなかった、帰って。あ、それも大事ね。いろんなパターン俺に投げて。はい、よっしゃ。はい、というわけで、パッタイ、はい、うち困るけど、もうちょいいつも通りにね。まあ一応先輩やから逆らったらあかんのね。そう、うん、もうほんまに逆らったら、逆らったら、逆らったら、触ってもらう分には OK なの。まだ20いくつの28やから言うてもだけど、まあ元々の消防士やって、うん、やるよ、山口県から来てくれた消防士なの。はい、で今回よろしくお願いします、はい、あとおっちゃんも紹介してもおっちゃんどうぞ。おっちゃん、おっちゃん、リッチも元々バイトやって今社員でやってもらってて、あ、そう、すごくこう思いやりを持って。あ、すごい、いや私も社員で頑張ってる。他は皆さんは社員、まだやってない、これからやね。今日一日通して働いてみて、一こう二人がどうやったかっていうのをちょっと見てほしい。わかりました。うん、俺も見るから。俺も見る。なんかお前上からやねん。なあ、お前。ちゃんと俺社長やで。社長、よろしくお願いします。バカ社長、バカ社長言うな。そこ首や、そんな面接で言うたら。はい、というわけなんで、おっちゃん。じゃあ、おっちゃんちょっと忙しそうやな。うん、今、焼き虫。ジョーブロック。はい。ニューフェイス、ニューフェイス。今日から働く新人スタッフの、花毛のおばちゃん、もう74歳でちょっと曲に困ってたから大平洋は俺のプールって言われたから元不良の割とそこが荒いんですけど、なんとか雇うことができました。金ちゃんです。入りたいんやけど、はい。ちゃんこの2人料理長で、俺が立ち上げ当初から一緒にメニュー考えてくれたりとかして、もうここでも看板メニューちゃんとか作ってる料理長のおっちゃんです。めちゃめちゃ便利かも。覚えてもらおうかな。ちょっと、ね、ああ、じゃあまだそっち、あ、自由やな。あっちから行こう。まだ口に入れるほどじゃないから。あ、もう勝手に進んでるわ。勝手に進んでるわ。勝手に。どこやねん。あかん、もう。あかん。
かん、あかん、逃げた、大変よ、もう、もうタバコ吸うてるやん、ちょ、もう何、何、何、こっちハイボールがある、お前、自分で入れとこわ、もう一回だけ言って、もう一回俺のカルパスでいいかちょっと出るよ、そんなわけないやろ、イッチなんとかしてくれ、俺じゃ無理かもしれん、帰りまーす、はい、連れて帰って、なんだ長いな、もっとばっかやでこいつら、うまい、いや誰でもできるやろ、氷入れるくらいどけばやばいお前新人同士で喧嘩すな。手際がいい。手際がいい。母ちゃん、グレープ。母ちゃん、グレープ。グレープ。入れて、入れて。めちゃくちゃエレガント。おばちゃんの味覚じゃない。入れて、入れて。グレープ入れて。はい、あのサービス。大丈夫だよ。あいつらの味覚バグってなんか食べてんで。なんか食べてたぞ。聞いた。聞いた。今なんだよ。おかしいやろ。おかしいやろ。で、おかしいね。おかしいね。動物園の餌付けみたいになってるよ。何だよ。何だよ。ちょっとあかん。いいか。あのホルモン焼いてもらう。ホルモン焼いてもらう。ホルモン焼いてもらう。おばちゃんおばちゃん。あばちゃん。あかんや。お客さんも差し出すな。わかんやん。なんか飲んでるやん。おばちゃん、おばちゃん、ちょっとあのお土産をもらったから。いや、お土産くれたんだ、嬉しいわ。いつもこれはね、京都から。いや、お土産くれた、甘いもんないですよ。いつもさ、冗談さ。こんなことないで、おい、ああ、ダメで、急に食べるな、急に食べるな。仕事になりますか。ええやん。きんちゃん、きんちゃん、ちょっと一応怒って。ちょっとあるやろ、まちゃん、後任して、ちょっと。一回ちょっと怒って。あの開始5分で、あのバックルーム連れて行かれる人おらんで。そんな従業員いませんか。何の、何の、何の話。何か食べてる。お客さんのご飯食べたらあかんやん。お客さんのお酒飲んだ。炭酸系飲んだ。あかんだよこれ、金ちゃん。これ今のとこ何点？マイナス。怖い怖い怖い。マイナス0点。マイナスから0点に上がった。ちょっと金ちゃんちゃんとやってよ。ちゃんとやってもらうの、ちょっと金ちゃん、あの。オッケー、あ、そうそうそう、それ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 。はい、行こう。ハイボール、梅酒、ソーダ、ウーロン茶。飲みすぎや。飲み会でもそのペースで飲まう。そう、なるよ。あ、ペースで飲まちゃう。飲まちゃう、もう何よ。何よ、何よ、お前。あ、いいやん。なんやかんやで、やっぱ真面目にやんねんな。当たり前や、そんなもん。今日はギャラ発生するからな。プレゼントするから。1時間1万高いな。おばちゃん、ええで。全然知らんのちゃん。やげてないやん。あの、これ、ジャニーズジュニア。ちゃうわ。ちゃうわ。ここキャバクラちゃうねん。ここキャバクラちゃうねん。おい、入れすぎ、入れすぎ。西なりのおっさんちゃうねんから。限界どうなってんの。じゃあ、わらな。わらな。ジャスミンちゃん、ジャスミンちゃん。接客はまだええねんけどな。お酒の入れ方が。濃すぎるやろ。ケンタ、ジンガエル。ええやろ、お前。先輩やで、先輩。バイトの先輩。声、ちょっと薄めるわ。はい、これちょっと、あの、これサービスで。ありがとうございます。じゃあ、これで割って。はい、ありがとうございます。おい、じゃあ、次から働きに行こうよ。バイトやん。新人やん。
焼いてもらおう。ホルモン焼いてもらおう。ホルモン焼いてもらおう。これ何ホルモン？これは島じょ油。いや私まだ焼くうまいな。うまい。ホルモン焼いてるだけで喜ばれる。あのもち最上に焼こう。今日サービスサービスで。頑張った。みんなに迷惑かけてるから外の人にもなプレゼントしたいから。うん、金ちゃんも見といてや、こ次やくで。一、セットダウンでいいで。新人やから。欲しいなと。厳しいな。普通やねん。これぐらい、これぐらいでいいか。全部こっちに。これ、これ。金ちゃん、シャンパンを。シャンパン。あ、でもええんじゃん、ええ感じちゃう。うん、手際がいいね。手際ええよ。ホルモンはな、今日理想さなあかんねん。分かってる？あ、分かってるよ。一番分かってるわ。でも、もうちょいしたら仮想場で焼かれるやん。こういう状態になる。いつかみんなこうなるから。ちょっとおばちゃんが早いだけや。そば引いた料理もうまないやん。どう、どう、こんな感じ。ほんまあれやけど、押さえすぎてるから。押さえすぎてるって何の上のやつ。早く見たら、あれだ。違うわ。危ないな。結構力強いから、そのままいっちゃうから。ちょっと金ちゃんやって。どけば。どけば。うんかい。あかん。飲んでるからやね。そんなもん。違うのに自信満々やね。俺を動かすな。自分で取れ。今取りそうになったわ。お題持ってへん。そうやな、こっちの方がやな。これヤンニョム。ヤンニョム誰ですか？あ、金ちゃん持ってて。あれ汚いな。あ、それ大好きや。はい、ちゃうねん。おばあちゃんいける？うまそう、うまそう。うまそう。うまそう。たぶん俺よりできるわ。うん。手際が全然ちゃうよ。めっちゃいいやん。これやってた人の手際やん。私料理の YouTube 撮ったら何してんやん。うまいわ。どう？いつ？今までのバイトで一番うまいわ。あかんあかんあかん。レディゴーのバイトおかしなるぞ。ちゃんと食べたな。うまそうやけど、もうちょいタレかけてもええな。仕上げにタレかかんない。何もこれじゃん。喧嘩すな、喧嘩すな。俺ね、あ、子供がビール、すんません。今日だけやね。あかん、今日だけやね。出すな、未成年には出してないわ。あるか、ビール。あ、OK。おお、うまそう、うまそう、うまそう。うまや。絶対うまいで。で、最後に。ネギ。ネギだ。はよ、はよ、はよ。ゆっくり飲みや。じゃ飲ますな。外でちょっと待ってくれてる人おるかな、サービスで。おばちゃん。ぽいだ、ぽいだ。ぽいだ。あ、ちゃんと掃除も。掃除までしっかりするの。すげえな。おいしい。よかったな。怖いからそう言うわな。ありがとう。皆さんすいません、お待たせして。すいません、おじさん、いただきます。ありがとうございます。はよ。はよ。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今までの新人で初日でおじさん開けた。ほらんな。全部覚えて。俺の方がいいです。いや、またね、これ小さめえやん。この小さいわ。よっしゃ、乾杯しよう。そうなんよ、まだやから、ちょっとこれで。ありがとうございます。ありがとう、してなかったです。じゃあ、乾杯しましょう。はよ。
ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。あーうめー。洗い物してもらおうか。おありがとうございます。洗い物って言って洗剤で皿を洗うねん。あの、一回ね、うん、よしとろう。あ、いいね、フェッシュフェッシュ、フェッシュフェッシュ、みんなみんなフェッシュ洗い物、みんな洗い物ちょうだい、洗い物ちょうだい、フェッシュフェッシュ。意外といつものスタイルやねんな。洗ってるやん、洗ってる、大笑いグマやな。なんやかんやちゃんとやる。さすがにな、洗い物いっちゃん大事やからな。これこっちやな。これも。ありがとう。美味しいな、ここのポテト。ほんまに？そう、自家製でアメリカで多分作ってるから。嘘つけ。もう嘘やそれは。はいよ。ありがとう。これは、これこれ。何も言わずに払ってくれる。やっぱ若いな、すごいな、うん、どっかの居酒屋できたらこっちでも行けんねんな、うん、なんか2人が洗ってる姿見たら俺手伝わんで大丈夫かなってきたもん。手伝わんで大丈夫かなってきたもん。あれはでもええ感じやで、やっと手伝うから。あわ困るわ、ほんま西成がざわめくわ。俺らこれそれぞれの店があるのに。ありがとうな、洗い物までしてくれて。いや、やらしてるやん、必要やから、とっとこ。さっきイライラしてないと。ありがとう。ケンちゃん、それ T シャツなんて書いてる。チャーハン食べたい。チャーハン食べたい。チャーハン食べたい。チャーハンありました。いいよ、俺が食いたなってきたわ。うん、最後しらいだけど、おっちゃんやってから、ちょっと花木のおばちゃん、その間にちょっとみんなドリンク食いてきて。はい、ハイボール。おばちゃん、おろちゃん、その前にあるよ。これで油はこれ、なんやかんやみんな和気あいあいってやってるな、喋、うん、らんでも、うん、勝手にみんなやってくれる。めっちゃいい匂いしてきた。たまなるな。うん。すごい。すごいな。もううまい。うまい？味どうなんやろうなこれ。わっしゃーやって、うわすごいわ。うまっ。うまい。え？なんか居酒屋とかやってた？ピーちゃんがこっちスタイルや、腰で行くタイプやな、腰が大事なんや。完璧、教えることないやん。ないな、あのな、うん、本当にやから。うわ、ほんまにうまいわ。ジョブロック、ピーちゃんすごいな、完成したらすぐ洗い物行くのすごいな。やばい、使ったらすぐ洗う、これが基本や。腹立つな。まあまあうまいね、うまい、うまい、びっくりした、うん、どうどうどう、一回一口食べてみて、うん、ここ右と左とは右、おいしい、でかい方、ね、声薄いない、うまい、まあ触れるよ、今日からもよ、すごいわ、おばちゃんみ、おばちゃんはおばちゃん何してる？あ、これじゃホルモンド？ホルモンド。あ、うまそう。自分の店やん。うまそう。うん、うまそう。うん。はいよ。はい、お待たせ。ありがとうございます。おい。ありがとうございます。すごいな、あんな真っ白のシャツでホルモンドンってね。お前。言うことなさすぎて二人とも。うん。めちゃくちゃ美味しい。初めちゃうふざけてたけど。ジョブロック。すごいな。先に教えてもらうことで、ね、ご飯のな、卵とかご飯のな、そのまま置いとったら何か。必ず水をしたら人を。逆に教えてもらってる。何も言うことなくなってきた。うん、めっちゃ嬉しい。ずっと憧れてた人。ありがとう。ありがとう。みんな喜んでくれて嬉しいわ。皆さんちょっと今日はありがとうございました。ありがとうございます。まあいろいろ痛い点はあったかもしれないですけど。ない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 。
ない、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 皆さんよかったですか、楽しかった、みんな喜んでくれてよかった、なんか俺3枚出していただいて、ほんまや、ありがとうございます、本当にありがとう、はい、これからも西谷ホルモン、レディボードとか、ジョーブログとか、姉のおばあちゃん、そして金ちゃん、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、わしゃい、ゲッホー、お疲れ様、はいよ、おもろいぐらいも一日ちょっとないよ、おもろい、ほんまに楽しんどったな、あすごいわやっぱ、でもここ楽しまなあかんやん、ここ俺あっちなんかでもそれはないわ、いやみんな飲め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 って思ったら、でもあの泡じゃまりでもあるやろ、やっぱ飲める人はそうやん、私は飲めんから大丈夫、あ、そういうことや、どうやった、いやもう最初はどうなるかって思いましたけど、最初やばかったな、暴走がね、うん、けど最後真面目に働いたらもう一瞬でピッと変わって、変わりましたね、すごいわ、お客さんもみんなめっちゃ喜んでくれて、うん、プロですから、一応オーナーですから、あのほんまにレディゴーは似てる分こういう感じの時もあるけど、こんなんちゃうでむちゃくちゃやったとこむちゃくちゃやったけど、でも最高でした、任せなさい、いやほんまよかった、びっくりした、チャーハンパリするし、洗い物パリ早いし、ほんとんど見てないところでガンガン作ってたし、うん、すごいわ、新人やったこれ脅威やな、うん、やったぜー、あるやろ、バラレかな、いやほんまそうやわ、100点やわ、うん、初めマイナス20ぐらいまでいったけど、そっから200取ったから180点や、180これほんなら焼き飯専門で入らせた、ほんま入ってほしいわ、言ってたもん、あほんなら誰も入ってる、こんなんやったらほんまに入らさるからやめとくこれはほんまにいいよ、冗談ですね、ほんな俺より全然できるってか、俺ほとんどできひんから逆に言うと、あ、ほんならできんのいっぱいおってもあかんねん、やるしね、あぶねえ、ほんますごすぎた、びっくりしたわ、ほんまによかった、ありがとう、いつでも呼んでくださいありがとう、ありがとう、でもマジであのちょっとプレゼントも用意してるから、この後、あほんまにサプライズのプレゼントあります、さすがやな、さすがやな、次の動画があるから、さすがやな、ちょっとプレゼント祭りというか、まあ、びっくりするようなサプライズがあるんで、いや、何かもらえるの、あ、モノじゃないな、雰囲気と空間やな、空間、うん、雰囲気と空間を、いろんな空間やな、まあ、それはいろいろ想像してもらっても絶対分かれへん、サプライズやから、まあ、なんか楽しみにしてるわ、うん、というわけなんで、はい、ちょっとほんまにありがとう、お疲れ様でした、お疲れ様でした、やりたいことに